で今回、もう7月16日クインテッド2になりますが、佐藤さんが出るということで、はい、チーム編成のいかがでしょうか。なかなかうまく いけてないですね。今こちらに3人いらっしゃいますけど、はい、まあ3人はもうね、まあ、せーいやー一緒なんで、はい、何クラブにしようかな。まあ、クインテットっていうことは、はい、まあ、5人ということなんですが、はい、2名どうしようかっていうことで今日ちょっとお伺いに上がったんですが、はいはい、ですね、助手がちょっと予定が入っ予定てかもうアメリカの方で試合入っちゃってて助手が入れなくて、あとマルコスが、1週間前に総合の試合出るみたいなんですよ。なんでさすがにその総合の試合終わってから1週間後だと万が一っていうか出れない場合もあるので、まあ自分本人は出るとは言ってたんですけどね、総合経験者として試合終わって何もないってことないもんね。大体どっかしら痛い、うん、ボロ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 なんでこの3人は分かってるんで、まあマルコスの気持ちは分かるんですけど、ちょっと完全に出れるって感じではないので、ちょっと今回はなしということで、で、ホベルト・サトシの方もお願いしてたんですけど、ちょっとやっぱ重い2人が抜けてですね、そこに軽いっていうのもあれですけど、体重あんまりないサトシ入れてもなんかかわいそうだなっていうのもありますし、ちょっと2人分の重さがドーンってかかってくるんで、でちょっと今検討中というか、どうしよう、誰もいないんですよね。チェホンマン一人入れたらどうすかねって話ですけど、チェホンマンやってんのかな。ラフターセブンの時にチェホンマンが上とこうやってやってたんですけど、ラフターセブンの天井壊してでかすぎて天井にガーンって穴開けて、怒られユンに怒られて帰ってきましたけど、ああ、ちょっと待って、ユンいるじゃん、ユンさん、ユン・ドンシク、はい、まあ、はい、チャリンコに盗まれた時ユン・トンシクさんって、ごめん、なんでもない。ユンさん、はい、ユンでも大丈夫、はい、強いそうそう、はい、ちょっと前試合してるよね。そうですね、ちょっと自分はちょっとやられてるんで、ムカつく、ちょっとそうですね。マジか、マジ、お願いします、もうユンしかいないよ、お願いします。いや、もう桜原さんにそう言われたらもう、え、大丈夫、あ、もう、はい。誰もいないよ、3人しかいないよ。そうですね、このままだと3人3人で5人はきついでしょ。それもみんな体重少ないからね。大丈夫、あ、はい、ちょっとじゃあユンに電話して、はい、本当に後からまたなんかメールとかでなんかグデグデなんか言ってくる可能性あるから。ちょっと電話してみます、ユンに。なんかユン、これやられんな。おい、ユン、どうも、お久しぶりです。久しぶりだっけ、はいはい、ユン、さ、僕試合出て、あ、試合何、試合出て、はいはい、試合行きます、試合行きます、いや、試合来るんじゃなくて試合してよ、一緒、俺らのチームでやって、このチームで、はいはい、所君怒ってるよ。すいません。すいません。ちょっとね、いや、もうユンしかいないかなと思って。ユンしかいないかなと思ってユンに電話したん。はいはいはい。はい、ああ、僕韓国だから。うん。ちょっと遠いから、日
日本まで近いでしょえ、まあ、本当に大丈夫出れる。はいはい、あやりたいです。桜庭チームは、はい、本当にああなんか気持ちいいし、絶対行きます。なんで寄っつける。怒ってる怒ってる。あ今回は、はい、同じチームだから。あ、はいはい、じゃあじゃあお願いします。はいはい、あの差し入れ、差し入れにキムチお願いします。はいはい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、なんかユンが急に言ったけど出てくれるって。本当かな。日本遠いって言ってましたけど。遠いって言ってた。北海道あんまり変わんないですよね。はい、ということでユンさんが決定ということで、はい、まあ、ユンさんはまあすごく昔から一緒に練習もされて桜庭さんよくご存知だと思うんですが、はいはい、まあ、彼をこういろいろ評価してる部分ってどんなところでしょうか。やっぱりもともと柔道やってて、あのその立ちのバランスもいいし、寝技になっても、あの寝技になってもバランスいいんですよ。なんであと寝技もうまいし。所さんはこの間かなりの圧力を感じながらの戦いだったと思うんですけど。そうですね、やっぱ向かい合った時の圧力っていうのはちょっと今までにない感じがしました。なんかやっぱもう怖さ感じましたね、やっぱり、はい。中村さんはいかがですかね、練習されてた試合。自分はもうテレビで見てたイメージなんですけど、やっぱり寝技もすごい強い選手だと思うので、すごい心強いですね。そうですね、あと、はい、まあ、ユンに3人お願いして、スタミナあるかどうかなんですけど、あと1人ですね。次のラストの選手は、はい、次回の報告ってことで、はい、はい、ちょっと探して。109キロ、残り109キロということで、どうしよう。じゃあ、もうここ何日かでその候補 2,3 人の視察ということで、じゃあお付き合いお願いします。お願いします。いやー、はい、方です。Quintet.